去年の夏、山形の海の魅力や課題を学ぶ山形海洋塾に参加した尾形優吾くん。将来の夢は古代生物を調べる学者さん。鶴岡市の砂浜で出されたクイズでもしっかりと自分の意見を述べていました。魚を取りすぎると、なんだ、魚のなんか子孫っていうか、そういう感じのやつがいなくなるので、休んだ方がいっぱいなんかできて、まあそれから取った方がいいと思う。正解、2番で当たりです。イエーイ。というわけで1ポイント獲得。優吾くんは豊かな海を未来に引き継ぐため様々な活動を行う海のキッズサポーターの一人。海洋塾では漁業実習船鳥海丸の内部を見学したり、箱メガネを使って海底の貝などを採集する磯見漁を体験したりと多くのことを学びました。誰にも頼られる人になりたい。料理とか、料理、はい。そして去年12月には魚のさばき方を教わるイベントにも参加。苦戦しながらもアジとイカをさばき、2品の料理を作りました。うまいです。何かは違いますね。何が違うんだろう。味の深み。1年を通して海と触れ合い多くを学んだ優吾くん。未来の山形の海を担うキッズサポーターは今後も省内の食文化や海を取り巻く課題などを学んでいきます。海と日本。動画いかがでしたか？チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。